皆さんこんにちは。日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマは自立した組織を作るためにというお話をさせていただきたいと思います。自立した組織っていうのは、まあ自走する組織とも言い換えられるかなというふうに思います。自走する組織って経営者の方はもちろんそう作りたいなというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そこで自走する組織、まあ自立する組織をどう作るかっていうのがあって、ポイントは3つだろうと思っています。1つは自分で考えて自分で決めて自分で行動するって、まあ、いわゆる一人一人の自立っていうことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。2つ目が自分の行動が組織の目標達成につながっているかどうかっていうことが常に考えられる人ではないかなというふうに思います。3つ目が自分の行動が他のメンバーの目標達成につながっているか、他のメンバーの目標達成の助けになっているかっていうことについても、考えられるようになっているかどうかっていうことではないかなというふうに思うんですよね。要はこの3つが揃ってないと自走する組織にはならない、まあ、自立した組織にはならないというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思うんです。というのも結局自分で考えて自分で決めて自分で行動するっていう自立したできていただけではですね、結局バラバラな、動きになるんじゃないかなと思うんですね。で結局それだけの組織、まあそれさえもできてない組織もあるんですが、それだけの組織だと結局私はやっています、私はやっています、私は頑張ってますみたいな話ばかりになって、結局じゃあ組織として成果が上がってるのってことになると、成果が上がってないってことになるんじゃないかなというふうに思うんですね。で要は自分の行動が組織の目標達成につながるかって2番目の話に、なんで大事かっていうと、それが組織の目標が自分の行動に、こう上からの目線で、上からの指示でこの目標達成のためにこの行動が大事だって言われると、それって自立になってないわけですよね。なので一人一人が自分の行動が組織の目標達成につながってるか、こっちのラインがすごく大事だっていう話になりますね。で3つ目の自分の行動が他のメンバーの目標達成につながるかっていうことに関しては、結局それが自分が良かれとやっても相手に仕事を増やしたり、相手に、こうの目標達成の足を引っ張るようなことだとすると、結局組織の目標達成にはならないと思うんですよね。それは自走する組織ではないんじゃないかなというふうに思うんです。なのでこの3つが大事なんじゃないかなというふうに私は思っています。じゃあ最後に、まとめてもう一度お伝えすると、ポイント、自走する組織のポイントは3つ。自分で考え、自分で決めて、自分で行動するという自立した個人と、自分の行動が組織の目標達成につながっているかどうか、っていうことが考えられるかどうか。三つ目、自分の行動が他のメンバーの目標達成につながっているかっていうことが考えられる。実際そのように動けるということではないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。